北国新聞ニュースをお伝えします。国道249号線の復旧を急ぐため、隆起した海岸を活用した迂回路を作る工事が新たに輪島市と珠洲市で進められています。能登外浦の大動脈になっている国道249号線は、元日の地震によって寸断され、先月には輪島市の千枚田付近に海岸の隆起という地形の変化を逆手にとって迂回路が出来上がっています。249号線の新たな迂回路は、輪島市町の町の大川浜と珠洲市の大阪トンネルで計画され、国土交通省の能登復興事務所は、どちらも土砂崩れの規模が大きいため、崩れた土砂をどかして復旧させるよりも海側に仮設の道路を設けた方が効率的だと判断しました。道路の工事は今月に入り本格化していますが、町の町の大川浜は崖地にあって、迂回路と元の道路に高低差を生じるため難工事が想定されています。また珠洲市の大阪トンネルも、迂回路を設けようとするトンネル付近で海岸の隆起が狭いという難点を抱え、迂回路の開通時期は大川浜とともに未定となっています。国道249号線では、このほか輪島市中心部と門前地区をつなぐ中谷トンネルや、珠洲市中心部と北部の沿岸を結ぶ大谷トンネルでも復旧工事が進められています。9月の金沢踊りに向け、三茶屋街の一つ加勢町の芸妓が年上流の家元を迎え、舞の稽古をしました。今年で21回を数える金沢踊りは、9月20日から4日間、県立音楽堂邦楽ホールで開かれ、東、西、加勢町の三茶屋街から芸妓が総出演します。今年の演目は、復興への祈りをテーマにした寄せ集う加納にぎわい花の舞で、自然との調和や命を紡ぐ美しさを舞踊絵巻で表現します。加勢町の芸妓たちは昨日、鍵盤で日本舞踊年上流の年上隆彦宗家家元から振り付けなどの指導を受けました。加勢町は金沢踊りで2つの場面を担当し、第3景花を恋では優雅な舞を幻想的に踊り、ベテラン芸妓による第6景では加勢町の和也さんの踊りと東の小千代さんの歌で、長唄若夏津美を格調高く披露することになっています。総合演出と加勢町の振り付けを手掛ける年上家元は、三茶屋街で協力し、少しでも心が華やかな気分になれるような舞台を作り上げたいと話していました。石川県産の高級ぶどうルビーロマンの生産者たちが、河北市などで生育状況を確認しました。この産地巡回は、生産者などで作るルビーロマン研究会が、河北市や七尾市や宝達清水町など県内4カ所の農園などで実施しました。このうち河北市内のビニールハウスでは、研究会の会員などおよそ50人がハウス内の温度や湿度、それにブドウの粒の大きさなどを確認しました。今シーズンの生産農家は県内で109軒を数え、合わせておよそ 10.2 ヘクタールでルビーロマンを栽培しています。出荷は来月中旬から始まる予定で、ルビーロマン研究会の荒川達夫会長は、赤くておいしい大きなブドウを届けたいと話していました。北国新聞社は、能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書き留めの場合は、能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛てに送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんので、ご了承ください。直接義援金を持参される場合は、
北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。義援金の受付はご覧の4つの方法があります。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上でデータ通信の容量を分け合うことができます。例えば夫婦2人で4ギガの容量を利用する場合、動画をよく見る妻は3ギガ、ネットで調べ物をする夫は1ギガというように自由に分け合うことができます。一緒に使うことで無駄がなくなり節約につながります。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込み、お問い合わせは金沢ケーブル0120-751-114番までどうぞ。